おはようございます。今日の話は科学的に運気を上げる方法という堀田修吾さんの本の中から新しいチャレンジをという話です。好奇心とは未知のものに関心を惹かれることですが、未知のものに飛びつくことは確かにリスクの高い部分があるでしょう。人間を含む動物は基本的に未知のものに注目し警戒もします。自分に害を与えるものかを確かめるためです。一方で好奇心は私たちを新しい場所や経験へと連れて行ってくれます。時には予想もしない難しい状況に遭遇することもあるかもしれません。逆に好奇心がきっかけで全く新しいことを見つけたり、思いがけない出来事に出会うこともあります。実際好奇心旺盛な人ほど成功する可能性が高い、すなわち新しいものに飛びつくことがラッキーアクションになることを示す研究があるからです。レディング大学のジェニファー・キング・ラオさんの研究では、マジックなどを見せた後に不快な電気ショックを受けるかもしれないが、それでもその種、答えを知りたいですかと聞く実験を行いました。結果、好奇心旺盛な人ほどそのようなリスクがあっても知りたがる、積極的に賭けに出る傾向があったということです。またチェチェスター大学のソフィー・フォン・スタムラは、天才を調べ過去の研究をメタ分析し、知的好奇心がある人ほど学業面での良いパフォーマンスが出せるということが分かりました。賢さや努力と同じくらいこの好奇心も大事なわけです。これは考えてみれば至極当然の理屈です。さまざまな可能性に満ち溢れる人生の中で、家族や恩師が敷いてくれたレールの上を走るだけで自分が成功できる可能性が高い場所にたどり着ける人は、それこそよほど幸運な人に限られます。そこから自分の意思でレールを折れるにしても、自分に寄り合った別のレールを見つけるにしても簡単なことではありません。別の新しいレールだって一本ではありませんし、その選択肢を広げる上でもいろんな物事やジャンルに興味を持つ好奇心が大切です。ただリスクがあっても恐れずに新しいチャレンジができる性質を新規探索性というのですが、この性質はかなり大きな割合で遺伝で決まるものとされています。つまりもともと新規探索性を持っていない人もいるので、できるだけ意識的に新しいものに飛びつくのがラッキーアクションになるわけです。コンビニや行きつけの飲食店などで新商品新メニューを見つけたら、とりあえず試してみる。チャット GPT のような無料で使える話題のものが登場したら、とりあえず試してみる。そんな意識を持ち習慣化できれば、生まれつき慎重な方でもそれはそれとして自分はチャレンジを恐れない人間だと脳を騙せます。じゃあ今日はこれで終わります。